毎日ポジブ。はい、ポジブ歴18年スーパーポジブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、僕が最近読んだゴミ人間、日本中から笑われた夢があるというですね、本を書いたですね、西野亮廣さんのお話をしたいなと思います。まあ、西野亮廣さんという方はですね、お笑いのキングコングというお笑いのコンビのツッコミを担当している方なんですね。もうこの方、今はですね、絵本作家として、そして映画をですね、アニメーションの映画を撮って、それがですね、日本のですね、アカデミー賞を取ったりとかですね、海外でもすごくですね、評価を高めて、今その絵本のですね、映画のミュージカルだとか、歌舞伎だとか、まあ、こういうのをですね、横展開しながらですね、大活躍をされている方なんですけども、もうこの方ですね、もう1年目のですね、NSC 時代からですね、頭角を現してですね、もう20歳にはですね、ゴールデンの番組を持つぐらい、それぐらいですね、勢いのある、才能のある方だったんですよ。ただですね、大御所のビッグスリーと呼ばれるですね、明石家さんまさんとかタモリさんとかですね、ビートたけしさん、もうここの3人にはね、絶対ビッグスリーを超えてやろうという気持ちに入ったにもかかわらず、一切ね、手が届かなかった。これはなぜかと考えたときに、いくらこの お三方のやっている番組で結果を残して笑いを取ったとしてもですね、ハードとソフトの違いなんだと。それどういうことかといったら、スーパーファミコンという本体があって、そこの自分はカセットとしていろんな面白いですねことをしたところでですね、このスーパーファミコンの本体を持っている人には勝てないんだと。今の自分ではお笑いのビッグスルーには勝てない。じゃあどうすれば勝てるのかといったら、全く別の場所で、誰もやってないことをやる。まあ、西野さんで言えば絵本作家をやりながら映画監督としてですね、その絵本をですね、映画化する。こんなことでね、やってる人プラスお笑い芸人っていう2つがですね、絵本作家プラスお笑い芸人、そして映画監督、そして今はミュージカルだとかいろんなプロデューサー業をしているんですけども、まあ、そういうふうに新しい自分が本体として誰もやってないことをやることで、頭角を現して、そして多くの方に認知をしてもらって、今やオンラインサロンというですね、ファンクラブなんですけども、これ7万人ぐらいの会員数を誇って、年間売り上げ8億円もね、稼ぎ出すような、まあ、それを全部エンタメにぶっ込んでいくと、まあ、そういうですね、奇想天外なことをされている西野亮廣さんが、初めの頃はもう多くの 方にですね、バカにされて、お前の夢なんてね、叶うわけねえだろと、ディズニーをぶっ倒すみたいなことをね、言っていたんですけども、もうそのことは誰も信じてくれない、みんなバッシングをしてくる、そんな中、それでも諦めずに、ね、やり続けた、だからこその今の西野亮廣さんというブランドになっているわけなんですね。じゃあこれ自分に当てはめたらどうなのかといったら、ポジティブ居酒屋思いやりというですね、他のお店がやってないこと、ポジティブをですね、居酒屋にしちゃうっていう、ポジティブ居酒屋を掛け合わせた、そして思いやりというですね、一番大切なものを使って、この3つをですね、掛け合わせたお店というのはここしかないんですね。だからこそ僕は ある意味唯一無二の存在として、今こうやってお店をですね、今8年目でやらせていただいていると。まあ、そうやって誰かのですね、ハード本体の中でですね、戦うよりも自分がそのハード本体になっちゃうと、そっちの方がですね、非常に自分にとってはですね、誰かと比べることなく自分のオリジナル性、そして唯一無二の存在になれるというふうに思ったので、今日はですね、そのゴミ人間、日本中に笑われた夢があるというですね、本の西野亮廣さんの話をバババッとですね、かいつまんでお話をさせていただきました。はい、ということでですね、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。